さんこんにちは、大堀123でございます。何ヶ月ぶりぐらいですか、ギターの何気に弾くかっこいいフレーズ最新版もお届けしようということなんですけれども、Eのコード進行がしたいという形でやっていこうかなと思ってます。アコギで弾きたくなるようなその魅力があるようなことをやってみようということですが、低域をガンガンガンと弾いた後にこの中高域でコードを鳴らしていくというね、メリハリの効いたね感じになってると思いますからね。じゃあ早速ですね、見ていきたいと思います。Eからスタートして A 行って、そして B フラット行って B という、そしてまた E に戻るという形なんですよね。その E のコードからスタートなんですけれども、今回の E のフォームっていうのはこういうスタイルですよね。ロック的な要素をやるときっていうのはこのスタイル多いですねっていう形でね、普通の E のコードフォームではなし得ないそのベースランニングができるっていう形ですよね。 E の開放からスタートするんですね。でそれを2回弾く、2回弾く、そしてですね3フレット4フレットをそれぞれですね中指と薬指で押さえる、そしてですね中指薬指を離してですね人差し指で押さえている5弦と4弦の2フレットをこのように弾くわけですね。そしてですね中指と薬指を3フレット4フレットに持ってくる、そしてですねまたこの2本の中指薬指を離して、5弦と4弦の2フレットを弾く。その次にコードが変わるんですが A に移るんですね。今回の A のフォームっていうのはこれなんです。これもまあロックでやるときなんかも典型ですよ。まずミュートで弾いといて、この時はですね、まあ、5弦の開放から弾いてもいいし2弦3弦4弦だけ弾いてもいい、これはどっちでもいいです。そしてですねその次はですね1フレット上がって3フレットでこのフォーム、要するにこれ B フラットの省略なんですけど2弦と3弦と4弦しか弾かない。そしてまたさらに1フレット上がるで4フレットを押さえて、B の省略なんですけどこれも2弦3弦4弦を弾くっていう感じなんです。そしてまた B のスタイルに戻って先ほど見せたベース音をまた弾くと。でこれを一通りやるとどうなるかっていうと、最初 E のところは低音をバリバリにポジションを抑えまくってですねゴリゴリやると、 A、B フラット、B の時にはですね中域と高域っていうのをですね綺麗に鳴らすということでメリハリの効いたものになってるんじゃないかなと思います。次は右手ということなんですけれども、まず一通りやってみたいと思います。右手のこの部分でちょうどブリッジの上あたりをミュートしながらダウンピッキングをやるというやつですね。だからこういうスタイルっていうのが、まあ、今回も、メインになると、こういう感じですね。ミュートをしながらで時々話してあげてこうメリハリをつけるっていう感じですかね。ダウンピッキング、最初は E のコードからスタートなんで4弦と5弦と6弦ピッキングのメインになるわけですよね。最初は6弦からスタートしてポジションの通りですけどといって、そして4弦と5弦を同時に弾く、そしてまた6弦に戻ってまた4弦5弦を弾くという4弦と5弦弾くときは右手のミュートを一時的に離してあげるとそのメリハリがつきます。そしてその次は A 行って B フラット行って B なんですけど、 A のときは5弦4弦3弦2弦、5弦は弾いても弾かなくてもいいんですけど5弦4弦3弦2弦を弾いて、そして B フラットのときは省略形なんで4弦3弦2弦を弾くわけですね。 B のときも同様で4弦3弦2弦を弾くと
いう感じなんですね。一回弾いたと同時にミュートをして弾く、こういう弾き方するとね、ちょっとこうかっこよさが出るんでね。自体はすごいロックな感じなんだろうと思うんだけど、こういうその弾き方だからこそアコギでやりたいなみたいなね、そういう衝動に駆られる部分もあるんじゃないかなと思います。今日も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また、次回の動画でお会いしたいと思います。大堀一人さんでした。それではさよ。